ここは大西洋上に浮かぶ島にある空港。今離陸中のこの滑走路、一見何の変哲もない普通の滑走路に見えます。しかしこの滑走路、別の視点から見ると一部が桟橋形式の滑走路になっていることがわかります。ここは切り戸と桟橋によるハイブリッド形式の滑走路です。実はこの滑走路は羽田空港の D 滑走路の候補を選定する際参考とした場所です。今回の飛行機のいろはは、羽田空港の D 滑走路の参考となった海外の滑走路について紹介していきます。以前の動画で紹介した通り、羽田空港のすぐ脇には国が管理する一級河川である多摩川が流れており、その流れを阻害するように構造物を構築することは不可能でした。そのため D 滑走路を建設するにあたり、全て桟橋か埋め立てと桟橋のハイブリッドか、メガフロートによる浮体工法の3通りについての実現可能性が検討されました。冒頭で紹介した滑走路は一部が桟橋となる工法で作られており、検討の参考とされました。ここはポルトガルの首都リスボンから南西に約 1000km、 大西洋の真珠と呼ばれるマデイラ島。その島の東端にあるのが約 2800m の滑走路を持つマデイラ空港です。マデイラ島はプロサッカー選手のクリスティアーノ・ロナウド氏の出身地でもあることから、クリスティアーノ・ロナウド・マデイラ国際空港とも呼ばれています。首都リスボンからの国内線が多いですが、ロンドンやアムステルダムからの直行便もあります。この空港はかつて1600m の滑走路を2本備えていましたが、高い山と海に囲まれた上、滑走路が短く横風が強いことが多い関係上、着陸が難しく、ヨーロッパの景徳空港と呼ばれることもありました。そのような中、1977年にはオーバーラン事故が発生、乗員乗客131名が死亡する大事故が発生してしまいます。そのことを受けて、事故の8年後の1985年にはまず滑走路が 200m 延長、そして2000年にはさらに約 1000m 延長する工事に取り掛かり、この巨大な桟橋が誕生しました。この桟橋はボーイング747が着陸可能なように設計、結構な大型機でも着陸可能です。桟橋はまず海岸を埋め立て、そこに鉄筋コンクリートで柱を立てます。その上にプレストレストコンクリート製の桁と床板を設置した構造となっています。また地質が複雑であるため、区域層と直接基礎を使い分ける構造としました。この滑走路は桟橋同士および桟橋と陸上部の2箇所の接続部が存在しており、前者では羽田 D 滑走路と同じローリングリーフジョイント、後者はゴムジョイントで接続されています。なおパイロットへのヒアリング調査では、滑走路走行中でも特段違和感はないとのことです。コンクリート部の耐用年数は100年、接続部は25年とされています。この桟橋の下部には空港アクセス道路が通っているので、桟橋の下に入ることができます。桟橋の下部はこのようになっていますが、不思議な空間です。埼玉県にあり、地下神殿と称される首都圏外郭放水路に似た雰囲気です。羽田 D 滑走路が参考にしたもう一つの滑走路は、ここラガーディア空港にあります。
ラガーディア空港は、ニューヨークにあり、ジョン・F・ケネディ国際空港、ニューアーク・リバティ空港とともに、ニューヨーク近辺にある3つの主要空港のうちの1つとされています。ニューヨークの中心地であるマンハッタンから、15km ほどの距離に位置していて、主要3空港の中では、最もマンハッタンに近い空港です。ラガーディア空港は、約2100メートルの滑走路2本が直角に交わる形状で、滑走路の長さから想像できるように、大型機の離着陸はできません。そのため、騒音対策や環境保全の観点などもあり、飛行距離が2400キロメートル以上の路線は、設定できないことになっています。そのため、ジョン・F・ケネディやニューアークのような、長距離国際線は設定されておらず、国際線は、カナダやカリブ海方面へわずかに設定されているだけです。そのため、税関や検疫といった CIQ の設備を持たず、ほぼ国内線専用の空港となっています。この空港は、フラッシング湾に突き出た形で、大部分が埋め立て地であり、一部が桟橋形状です。そして、ほぼ対岸に近いところまで滑走路が延長される形になり、海水の流れなどの通水性を確保するため、桟橋形状が採用されました。この桟橋部は1966年に供用開始。工期が3年だったこと、桟橋を採用した経緯、埋め立て地と桟橋のハイブリッド構造であることなど、羽田空港の D 滑走路と共通するところが多いのが、興味深いところです。なお、ラガーディアの桟橋の構造は、鋼管をケーシングとした、鉄筋コンクリート製の杭の上に、プレキャストコンクリート製の、桁や床板を乗せる構造です。プレキャストコンクリートとは、工場等であらかじめ製造されたコンクリート製品のこと。この図に書かれているポストテンションケーブルは、詳しい説明は省きますが、コンクリートの強度を増すためのものです。鋼管部には、腐食対策として重防食塗装がされており、耐用年数は15年ほど、杭自体は100年の寿命を見込んでいます。接続部は、橋梁などでもよく見られる、フィンガージョイントが採用され、耐用年数は25年とのことです。これで、この動画は終わりです。羽田 D 滑走路が参考にした滑走路の話はいかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。